ご機嫌いかがでしょうか。野呂一世です。世の中は今コロナウイルス感染拡大防止ということでですね、ステイホームということで、耐えるしかないっていう感じですけどもね。家にせっかくいるんであれば、しまったギター出してみたりなんかしてね、少し研究なんかしてみたらいいんじゃないかなということでですね、今日はちょっとしたレクチャーと、曲を弾いたりしてみたいと思います。よろしくお願いします。それではですね、今日はコードバリエーションっていうのをねちょっと、やってみたいと思うんですけどもね、これ C の6-9っていうのを見られそうなんですけども、これの、バリエーション、これ、この C メジャー7のお友達っていうんですけどね、このバリエーションいってみたいと思います。C メジャーの仲間たちなんですけども、 C メジャーセブンスケっていうやつですね。 1,2,3,4,5,6,7 これ、メジャーセブンスっていうことなんですけどね、これが入っている、もしくはそれの1個下の6、これが6、これがメジャーセブンっていうやつなんですけどね。でこれがそのバリエーションで、でこれをちょっと早く弾いたりするとこんなようなことができるわけですね。これは弦4本使って、その4声で、ハーモナイズするというような感じでフレーズをやるわけなんですけどもね。で、これ今メジャーセブンス系、そして、今度は、セブンス系ですね、セブンスナインス系いってみたいと思います。踏まえとくと、いろんなフレーズを、ハーモニー付きで弾けるっていうことが、できるわけですね。だから、こんな風にね、できてくると。ですから、これ今 C で説明してますけども、このギターの場合っていうのはどこでも同じ、フィンガリングっていうのは同じ指の形でね、弾いていけるっていう楽器なので、限りなく移動度っていうのの楽器なんですね。これ C メジャーセブンのレミファソラシドなんですけども、これ半音上がってもレミファソラシドってできちゃう、これ移動度っていうことですね。ということで、ギターの場合はどこでも同じスタイルで、弾けるという、そういう部分では、すごく便利なものなんですけども、五線紙に当てはめていくとすごくそのやりにくくなってくる部分も結構あるんですよね。ですから、例えばそのキーボードの人が横だとするとギターは縦の楽器みたいなね、そんなニュアンスがあるんじゃないかと思いますけどもね。ということでですね、紹介したようなものをね、ちょっと駆使してですね、うまくいくかどうかは分かりませんけども、皆さんおなじみの曲をね、演奏してみたいと思います。これギター1本だけでね、やりたいと思います。それでは Take Me 聴いてください。Thank you.
いかがでしたでしょうか、ステイホームということでですね、お家でいろんなことをして、ストレスを発散させていただければいいなと思っているものです。野田秀也でした。